次に歌う曲なんですけど、一応15の夜と次に歌う歌は Forget Me Not っていう宇崎豊さんの歌になるんですけども、Forget Me Not の歌は見事 YouTube で、100万回再生を突破させていただきました。ありがとうございます。一応去年の5月か6月に、アップして、それが今100万回以上回ってるんですけども、来年にはその倍の200万再生目指して頑張りますので、皆さん毎日1回、1日1回見てください。動画をお願いします。それではポケットミノット聞いてください。ビルの向こうの空をいつまでも探し
薬慰め。